はい、皆さんこんにちは。なんと Google フォームがバージョンアップしまして、文字の種類、フォントの種類ですね、これを自由に変えられるようになりました。早速やってみたいと思います。まずこちらですね、テーマをカスタマイズ、ここをクリックすると以前なかったテキストスタイルというメニューが表示されてます。で、ここでフォントの種類を選べるんですけど、ここをクリックすると、ここの一覧にあるものが使えます。で、これ以外にもその他のフォントということで、Google フォントが使えます。で、Google フォントって何かっていう、これ YouTube のね、概要欄に貼っときますけど、はい。こちらの日本語フォントが自由に選べて使うことができます。はい。じゃあ、例えばですね。じゃあ、タイトルちょっと変えてみますか。ヘッダーね。ヘッダーのフォントを、これにしますか。はい。このフォントにしてみたいと思います。これ。はい。で、これちょっとコピーして、じゃあ、これに変えてみますね。で、ここのヘッダーのところをクリックして、その他のフォントで、ここで検索の時のところに、先ほどのフォントを入れてあげると、これが出ます。で、これを、選んであげて、OK を押すと、はい。そしてほら、ここがかっこよくなりました。で、フォームの説明、はい。希望を、ご記入くださいとかしてね。はい、しています。じゃあ次にですね、質問ですね。質問ってのはこれになるんですかね。はい、ここのフォントを変えてみたいと思います。じゃあこれを Google フォントで、あ、やはり選んでみますか。じゃあ、どれにしますかね。はい、では、これにしてみますか、はい。で、これにしてみたいと思います。じゃあ、これを選んでコピーして、はい、ここのところで質問で、その他のフォントで、はい、これで、はい、貼り付け。で、外出てくるので、これで OK としてあげると、ほら、質問がこのように見やすくなりました。そして最後テキストですね、はい、このテキストもちょっと変えてみましょう。じゃあこれ Google フォントで、はい、じゃあテキストはちょっとこれ遊び心を加えてこれにしてみますか。はい、はい、80ポップって言うんですね。これ80ポップ、これをコピーして、でテキストでその他のフォントで、ここで右クリックで貼り付けをすると、こうやってあげると、はい。ここ。はい。ここが変わりました。こんな風に見やすく変えることができました。はい。で、あとは、これで OK かな？はい。これで OK ですね。で、これでちょっとアンケートを見てみると、はい。なんと、こんな風に見やすくフォントを変えることができました。はい。こちらの色はね、変わらないようですね。時刻とか、これは変わらないようですね。はい。ここはどうなんだろう？ここは、はい。あ、ここは変わんないですね。はい。こんな感じになります。はい。あとですね、この Google フォームの意外と知られていないクイズの便利な機能をちょっと紹介してみたいと思います。まあ、新しいフォームを作って、で、ここの設定のところで、はい。テストにするとします。で、質問と戻してあげて、で、ここに質問を入れますね。例えば、日本の州都はと。はい。そうすると、なんと正解の候補が出て、それからその他の、この誤回答ですね。はい。これやると、これで一瞬で、はい。このように今、選択肢の問題がね、簡単に作れる機能なんかもありますので、ぜひ、Google フォームをご活用ください。それではまた。じゃの。この動画が気に入ったら、チャンネル登録、高評価、コメント等よろしくお願いします。